はい、どうもこんにちは、自転車会社です。というわけで、クロエのレクイエムパート4をやっていきたいと思います。ちょっとね、今ウーバーイーツでスタミナ丼頼んでるんやけど、なんか今まさにお兄さんが、配達のお兄さんが、ご注文の品を受け取りに向かってしまっているようなので、まあ、ちょっと時間に余裕がないんで、サクサクっとやっていきたいと思います。というわけで、コンティニュー、前回の続きからやっていきましょう。うっす、踊る踊る時間に余裕ないっつってるよ。というわけで、前回、まあ、ぬいぐるみをね、本当にもうめちゃめちゃ嫌やったけども、やむを得ずぬいぐるみを切り裂いたところ、腹の中から母親の部屋の鍵が出てきたんで、まあ、まずはね、ちょっとそこを、探索していきたいと思います。で、どこが開いてないんやったっけな。ちょっともう前回から3、4日経っちゃってるんで、お、来た、鍵を開けた。母親の部屋、2階。暗いな。早速お母様いてらっしゃいますやん。こんにちは。あ、お美しい。まるでお餅のような丸いお顔がお美しゅうございます。めっちゃ光ってんな、母親の部屋。どっちから行く？まあ近い方から行くか。汚れた人形を手に入れた。汚れた人形がなぜか花瓶の中に入ってる。横にもっと汚れた人形おるけどな。確実にこっちの方が汚れてるけど、いや実はこっちは綺麗なんか。骸骨ってだけでちゃんと清掃されてるんかもしれん。骸骨のようなものが置かれている。よく見ると作り物のようだ。お前すごいな、作り物かどうか判別できねえな。本棚調べまーす。日記がある。日記を読みますか。いやさすがにちょっと日記読むんはなんていうの、モラルに違反するんちゃう。読みまーす。わあ、なんか嫌だな。娘は狂っています。なんか、芥川みたいな書き出し方するやん。娘は狂っています。私はとてもその存在心、存在心であってるやんの。存在心というものを心に刻みました。何言ってんのこいつ、アホなんかな。アホなんかなこいつ。娘が狂っているのは、夫から見た彼女の体が9歳という年齢の中に魅力を感じていますから、私は次第にそれを感じざるを得なくなってしまいました。句読点使えよ。なんかめちゃめちゃカッコつけた言い回しにしてるけど、めちゃめちゃ読みにくいからな。とにかくぬいぐるみをズタズタに立った。8度ハサミで切り裂くよりどこにも方法もなかったのです。なんか Google 翻訳みたいな書き方するな。目玉が綺麗でした。彼女が見る私は感情を映していたのでしょう。紫のその、紫ってことは黒いじゃないな。紫の奇跡の目は、夫がいつまでも娘として愛することを放棄してしまわずにはいられなかったのでしょう。なんかマジで Google の英文を直訳して日本語に、Google 翻訳直訳した感じやな。そして娘、だもともと英文なんじゃんこれ。そして娘が狂っていくのに時間が必要ではなかったのです。It doesn't.No. It's no. No. そして娘が狂っていくのに時間が必要ではなかったので、嫉妬ですか。腕を噛みちぎります。怖っ。脳を食われます。夢です。足を捨てました。脳を食われるところまでは夢なんかな。足を捨てました。足を捨てたのは現実か。そしてメイドが覗きを考えたことはもっともですから、私が彼女にハサミを突き立てるより他なかったのです。なんかね、前回のメイドの話で出てきたからな、これ関係ありそうやな。何かしらのメイドにハサミを突き立てると、覗きを測ったメイドを探すみたいな感じか、今回のミッションは。その奥様って本当にクロエお嬢様の母君なんですか。その割にはそのお年を召してらっしゃるから。お前丁寧な言葉遣いすれば何でも言っていいってもんじゃないからな。慎みな、いやほんま慎みなさい。奥様はまだバツバツ歳ですよ。何歳なの。まあクロエが9歳やから、まあ30代前半とかそんぐらいかな。30歳ぐらい、30代やろうな。そんなでも何歳に見えるんや。まあ私にもあなたの言いたいことは分かります。あなたは知らないでしょうけどね、昔の奥様はそれはそれは若くてお優しく美しい方でらしたのよ。まあね、なんか優しくしすぎてもう疲れちゃったよな。で
老いがちょっと老けちゃったよの、優しくしすぎて私には想像できません。たった数年で、ああじゃあこの子も見てるんや、昔の若い姿は、あんなに変わられるなんて。メイドも次々に辞めていくし、だからね、豹変しちゃったよな、お母さんが。まあお父さんもちょっとやばかったっつうし、もう残ったのは B 出ました。これ前回ねメモりましたから、僕の脳内にちゃんとメモってますんで、ちょこれを確認しながらやっていくか。B ね、残ったのは B。 B はまだ16歳、メイドの中では一番若い。 B と私とあなただけですからね、3人ね。私絶対に辞めたりしません。そう頼んだわよ。まあこの、おお急に出てきたな。なお前らメイドか。たった、あメイドや。たった数年であんなに変わられるのね。ニュニュニュ、 B と私とあなたね。まあ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 今のところはまだいいか、同じと。暗すぎて全然見えへんねんけど。あ、ちゃうわちゃうわというか思い出した、それこれを見るんや。なんか急に俺9年前の記憶が今一気に蘇った。これを見るんや。老婆、もう老婆って言うて持ってるからな。9歳の娘の母君に対して老婆って言うて持ってるからな。わあ、べちょべちょにしはった。べちょべちょにしはった。壁と床にはべっとりと赤いシミがついている。おい急に見せる、久しぶりに見たわこの等身大の見せる。なんだこれ、嫌な匂い。うわ匂いすんのが、これが血であることに確実性が帯びてきたな。で本が開いてると、古ぼけた本がある。白紙、おおじっと見てると文字が浮かび上がってきた。はじめは臆病な泣き虫な熊、その次アジアの、ああメイドの話ね。どん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 消えていき、おばさん熊は最後に死んだ。はいはいはい、3番目に消えたのは誰、その下は空白になっている。なるほど、そこに答えを書けと。ちょっともう一回見ていい、はじめは臆病泣き虫熊やから、まあ1番が泣き虫、2番がアジアで、どん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 消えてって、最終的に死んだのがおばさんやろ。でおばさんはさっき喋ってたやつやから、ちょっともう一回あれを見に行くか。残ったのは、あちょっと待てよ、残ったのは B、 私と、あ B、あ B っていうのはあなたか。あ B と私とあなた、え B と私とあなた、それとも語りかけてるのかな。残ったのは B、 あなたと私だけよみたいな、 B イコールあなたってことかな。ってことはちょっと待てよ、その説でいくと、その説が正しいとすると、だから B が4番目で、おばさんが5番目、でおばさんは C だから、 B と C は4、5で、あ臆病なキムシクマは D やね、アジアのイタンクマ E や。ってことは A かな、多分3番目は。なるほどね、俺てっきりなんか3人残ってるのかと思ってた。でここに書くと、あちゃちゃちゃ、なんかペンがあったな。あちょ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 、やばい、ウーバーイーツ来てま、ちょ配達状況確認していい、やばい、音だけ先に向かっている、すごいすごい、遅刻してるから 20% 値引きしてもらった、ありがとう。全然それだったら遅刻してくれていいんだけど、どんぐらいやろ、あと10分ぐらいかな。まあちょっと定期的にマップ見とくか、マップというか配達状況確認しよっか。ハサミといて、バイオリンといて、これや。A やったっけ？ OK、OK。了解、了解。3番目に、これはね、もう A でございます。A。確実に間違ってるような、なんか、音やったけど、合ってんにゃ、鍵が乗ってるってことは。おい、ついに、
クロエの部屋の鍵ゲットしちゃいました。ワクワク純粋にワクワクするわ。じゃあ一回クロエボーイに話しかけて、なんか鍵ゲットしたんやけど入っていいかな、一回許可を得るか。でまあお嬢様のね乙女の部屋やから、クロエこの服お気に入りなの、似合ってると思う？めちゃめちゃ似合ってるよ。なんやその意味のない会話は。もう一回話しかけてみよう。なんかこれクロエちゃんとさ、なんどんだけこう雑談するかでエンド変わるみたいなのなかったっけ。あ、なんか別のゲームと混ざってるかそれ。ミシェルの演奏とっても良かった。まあなんかちょこちょこ話しかけとくか。ミシェルはすごいの。ざっくりしてんなもっと具体的に褒めてくれよ、どこがどうすごいか。おい、もう一回だけ。あ、もう大丈夫。あ、でもこれ似合ってないとかやるとなんかバッドエンドになりそうやな。めっちゃ似合ってもな、恥ずかしいけど毎回似合ってるって言っとくか。でクロエちゃんの部屋はおそらくここでしょう、母君の横でしょう。あ、オルゴールになってる。なんだこの部屋暗すぎる。さっきの部屋もめっちゃ暗かったけどな。これなんかカタ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 音鳴ってんな。みんな聞こえるか分からんけど、なんかきしむような音が鳴ってる。お、気になるもんいろいろあるな。手紙に人形で、ここにもクマがおって、急にアニメート見て急にアニメート感出してきたの。ここなよこれ。どうしよう、まあまずこの人形でしょう。あ、暗くてよく見えない。じゃあまずは明かりを灯す、あ、暖炉あるやん。まず明かりを灯すところからやな。暖炉に火をつけますか。はい、薪がないと。なんや、めっちゃサクサクいってると思ったのに。薪ね、あ、これちゃんなんかもう俺発想がどんどん汚くなっていってんねんけど、このゲームのせいで。最初クマを切り裂くのも躊躇してたのに、なんかもう汚れた人形を問答無用で薪にしようとしてんねんけど。あー、あかんにゃん。なんかじゃあほんまに薪ってことはやっぱ木か、木材が必要やな。木材を探すか。とりあえずこの部屋探索しよう。え、これちゃうの、よく見えないんか。クマは見えねえな。あ、もつもつもつ。じゃあこれか。え、じゃあこれでいいんじゃん。おうおうもうね大丈夫や、俺なんか慣れた。もう俺の中からこう善の心が消え去った、完全に。これだけじゃ足りないな。え、この汚れた人形じゃないんや、クマに痛いってこと。なんでなんかクマに恨みでもあんのかお前。クマを必要に痛めつけるような。鏡、ドレスさんがある。手紙か、これか。お、あざす、天才少年ミシェル・ダランベールのコンサート特別招待券。恥ずかしいな、自分のこと天才少年って言われてる手紙がクロエちゃんの部屋に置いてあるのもの、恥ずかしいよ。見て見ぬふりをしてるこいつ、何もコメントしない。あえて暗いのに文字は読めるんか。何これ、これか、世界地図。暗くてよくわからない。あ、これか。ああ、ね、これ時計のお城に目が行くわけね。お、来た、兵隊の人形。兵隊の人形は燃えるんか。木でできた兵隊の人形とかかな。おその通り、その通りや。もうなんかこのゲームと一心同体になってきてるわ。木でできた兵隊の人形、一字一句間違ってない。おお、オッケーオッケーオッケー。ぬいぐるみと、お、これで巻き代わりになるかな。あれせんでいい、パドリングみたいなやつせんでいい。なんかこう巻きをさ、こう細かくカンカンカンってやって、なんかフェザースティックみたいなの作って、パドリングやったっけ、何ていうか知らんけど、やらんでいい。その方がよく燃えるんじゃん。暖炉に火をつけますか。イエス、そう。7分後に到着するて。 20% 引きを差し上げます。次回以降1回までのご注文で。あ、なんや、今回
回の注文が 20% 引きになるんじゃないんかよ。次回の注文で使ってくださいって。なんやそれ。いらんわ。暖炉に火をつけた。なんか出てきた。ファニーボーイが出てきたの。いや、君のおかげで出てこれたよ。出てこられたよ。お前すごいな。ラヌキ言葉を理解してんな。出てこれたってね、ラヌキ言葉になっちゃうからね。出てこられたよ。ありがとう。君は？あ、無視してみるか。なんだか釣れないね。君は？僕は友達さん。なんか深くね？深くね、このゲーム。友達やって。哲学的というか。友達？なんていうの？友達の定義？定義ってこと？友達とは何かみたいな、そういう話？もう消えてしまったけれど。消えた？昔はこうしてよくおしゃべりできたんだけど、ある時期を境に僕はいなくなってしまったんだ。友達が、クロエちゃんから友達がいなくなったってことかな。出てきてるじゃないか。こうして出てきたのは僕の残骸だよ。彼女の記憶の一かけら。彼女ってクロエのこと？なんでやねん。おいおいおい、露骨に話取らすなよお前。子供の情景ね。はい、トロイメライね。大人が昔を振り返る曲なんや。ちょっと振り返りたいな。俺も振り返るときちょ聞いてみよう。きっと今の彼女には振り返る。まだ子供やぞクロエちゃん。13歳とか12歳とか11歳とか言ってたで。まだちょっとトロイメライは早いんちゃうか。僕の元へ何か思い出の品を持ってきたら、彼女の記憶を少し見せてあげられるよ。おお、それはぜひ見てみたいな。あと6分。お、猫。お、ついにお前姿を現したな。これブラントノワールやったっけ。白がなんかドイツ語かフランス語かなんかで、白がブランで黒がノワールって意味だよな。猫いつの間に入り込んだんだ。あ、もしかしてさっきから聞こえてた猫の声って。お、クロちゃん、ノワール、ブラン、かわいい。かわいいのが3匹おる。かわいいのが3匹おる。もうこんなところにいたの、探してたよ。全然探してなかったくない？探してたんや、あれ一応。なるほどね。クロエちゃんなりに探してたんや。クロエ、それ君の猫か？そうよ、クロエが飼ってるの。ノワールとブラン。クロと白やからね。言うたんな。安易な名前だね。愛じゃないわ。一生懸命考えたのよ。そう、黒い猫ちゃんだからノワール、白いからブラって。ってことはお前ミシェル、お前はもう猫やったらゴールドやな。ゴールドと名付けられているやろ、さぞかし。フランス語でゴールドって何じゃの。ああ、そう。ところでミシェルはどうしたの。誰もいないところでお話をしてたみたい。友達がおるやん、俺の左に。別に中二病の時期やからな。13歳、一人で喋っててもおかしくはない。そしてそれに触れられたくないという、そのあからさまな返答。中二病かもしれん。ブランめっちゃ可愛いねんけど、何あのもう猫ですみたいな目。猫ですみたいな目してるよな。ノワールは泣くのが好きなのね。行こうブランも。わあすごい、ちゃんとついていく。なんやあの可愛い3人組。で、あーで、あれか、思い出の品を持ってきたら、もう絶対これやろ。もう思い出ですみたいな居座り方してるやん。もう自分思い出ですけど何かみたいな、この堂々とした座り方、確実に思い出やろこいつ。椅子にはクマのぬいぐるみが座っている。なんかお前だけ他のクマと違うな。紅茶たしなんでるやん。花を眺めながら紅茶たしなんでるやん。なんかでも後々、あ、これか。おお、ひろひろ、これや。汚れた人形2体ゲットした。これやろ。違うんや。露骨に思い出出てきたわ。家族の絵が描かれている。家族の絵を手に入れた。こちらですね。
思い出の品持ってまいりました。あ、家族の絵はもうあれや、別に装備せんでいいんや。あと5分。お、見せる。それは彼女の描いた絵だね。分かった、準備はいいかいな。え、タイムトラベル、タイムトラベルみたいな感じで言ってるけど、ちょっと待って、何の準備？あ、思い出を見に行く準備か。あ、操作する感じ？なんや、なんか自動で見せて。あ、あれ？お前そんなん持ってたっけ、さっき。あ、っていうか普通に話しかけたらいいんか、こいつに。ねえ、見て見て、お父様とお母様とクロエ、上手？わ、すごいね。3人とも仲良しだ。決して上手とは言わない。うまいな。お前、かわし方うまいやんけ。えへへ、クロエ頑張ったの。お父様とお母様にも見せてきたら、きっと喜んでくれるよ。うん。お前、またいらん提案して。2人ともバグってるからな。あ、ていうか、ちょっと待って。あー、うわ、出たー。確実に正気を失っている男出た。あ、お父様見てください、クロエ頑張って。クロエ、お父様どうなさったの？お前はもう8歳だったな。はい、お父様先月に。どうしたん？お父様、あのこれ。お前、娘の下見すんなよ。お前9歳まだあと1年か。9歳あと1年を切ったら今の娘の状態見とくかみたいな、8歳の娘の状態確かめとくかみたいな、お前娘の下見しに来んなよ。なあ、行きたくないよな。かわいそう、クロエちゃん。お前がいらん提案するから傷ついただけやんけ。でもこれが気になる。あ、これ見れへんや。おい、ボケかす。あ、大丈夫。きっとお母様の方は喜んでくれるよ。店に行ったら。なあ、嫌やんな、そんな。お母、これでな、お母さんにもな、同じことされたら、もう、クロエちゃん、どうしようもないもんな。積んでるもんな。いや、そう、もう寝る。そっか、おやすみ。大丈夫。きっとお父様もすぐに様子が戻るよ。この頃からおかしくなったんかな、ほんなら。あ、火消さなかに。これね。大丈夫？大丈夫かな。二度と二度と出現しなくなりそうやけど。火消えた。連動している。炭の中から小さな鍵が出てきた。小さな鍵、小さな鍵ってことは部屋の鍵じゃないな。これか。おもちゃ箱の鍵をあげた。中には小さな小太鼓が入ってる。すげえ、もうなんかトントン拍子に行くな。付属品、もうこいつやろ。あれで小太鼓装備せなあかんのかな。お前さっきな、思い出の中で持ってたもんな、小太鼓。兵隊に小太鼓を持たせた。なんと。まあそりゃそうか。おもちゃの兵隊やからな。兵隊が音楽を、あ、あと3分で着く。ちょ、どうしよう、一旦終わるか。え、今これ何分ぐらいやってる？なんかちょっと早いよな、まだ。あんまやってないよな。これ楽譜か。ほな、これを奏でて終わるか。あ、来た、トロイメライの楽譜。ちょっとじゃあ早いかもしれんけど、一旦、わー、なに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 、な、なぜバッキバキやん。ピンポイントで。いや、もう絶望してる。絶望しちゃってるよ、クロエちゃん。ちょ、ごめん。絶望してて、なんか大変なところ悪いんやけど、ちょっともうすぐウーバーイーツ来るから、ちょっと、また来週。何分やったやろ。あ、でも12分ぐらい。12分か、短いな。12分短いな。どうしよう。どうしよう。もうちょっとやる？いや、もういいか。あ、どうしよう。これだけ見よう。ピアノは壊れている。ピアノはバキバキに壊れている。ミシェル、大変なの。さっき突然大きな音がしてピアノが壊れちゃった。あ、自発的に。なんか
大きなこう巨人に踏み潰された音とかじゃなくて、自発的にピアノが壊れたんや。これじゃあクロエどうしたら、あ、じゃあ泣かんといて、やめてやめてやめて、ちょっと落ち着いて、そう落ち着いて。他にピアノのある部屋はないの？あるの。この上の階に大きなホールが。でもクロエあそこには行けないの。あーなんかな、嫌な感じしてたな。ノワール、ブラン、どうした？何お前ら消してくれんの？聖なる力で。嫌な感じよ。ホーリーナイトやもんな、黒猫は。K やろ？嫌な感じが消えた。素晴らしいな、君たちは。今なら大丈夫じゃないかな。3階に行こう。一緒に行く？無視された。3階へ行こうって言ったのに全然動こうとしない。嫌なんや、怖いんか。分かった、俺がじゃあ下見してくるわ。お前らようやったぞ、偉いぞ。ノワールの方がちっちゃいんや。でこれじゃあ泣かないのね。なんか理由があったんやったっけ。まあなんか今ダラダラぐったらぐったらやってる間に2分くらい経ったやろ。おい、これで14分ちょうどや。俺の動画14分から16分をモットーにしてるから。はい、じゃあ一旦終わります。次回3階に行くところから始めていきたいと思いますんで、よかったらまた見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。